モンフラグエ国立公園は、スペインエストレマドゥーラ州にある国立公園。IUCN カテゴリーは2。モンフラグエ城の廃墟と公園の景観伝統的に、この地域の土地は、主に低収約農業に使用されるが、1960年代から1970年代には2つの大きな変化を経験した。マズハテホカワにダムが建設され、この地域の流路に影響を与えた。 さらにはユーカリを植林するプロジェクトによって地域の一部が影響を受けた。ユーカリは成長が早いが土着の動植物を不要しないのである。ユーカリは被災来種であり現在では根絶されている。なおスペインの国立公園では商業植林は禁止されている。1979年にはスペインの国立公園制度の改区分である自然公園が設置され、 モンフラグエ自然公園となった。2003年にはユネスコの生物圏保護区となった。2007年にはスペイン国会によって国立公園の地位が付与され、モンフラグエ国立公園が成立した。西洋ヒーラギ菓子が生えるトルヒーリョ付近のデーサ本公園はエストレマドゥーラ州カセレス県トルヒーリョとプラセンシアの中間に位置し、 両都市を結ぶエストレマデューラ州道 EX-208 号線沿いにある。田ホ川に沿って東西に長く、田ホ川とティエタル川の合流部は公園内にある。田ホ川は山地を切り開いて流れており、公園の西部に印象的な岩わずのペナファルコンを形成している。公園の東部にはモンフラグエ城がある。北東からティエタル川が公園の内部に入り、 ペナファルコンのちょうど東側で、タホ川に交流する。植生としては大規模な雑木林や小さな多くの森などがあり、地形としては数多くの断崖や岩面がある。公園内にある村はビリャレアルデサン・カルロスただ一つであり、この村の人口は約20から30人である。ビリャレアルデサン・カルロスの村やペナファルコンの近くにはモンフラグエ修道院がある。 この国立公園を特徴づけているのは鳥類である。哺乳類では、ジャ邪ネコかジェネット族、マングースカ、ヤマネコ、イノシシ、スペインオオヤマネコなどが生息している。ペナファルコンの頂上に集う猛禽類1988年、欧州連合は、モンフラグエを鳥類特別保護地域に指定した。この保護地域の範囲は、栄像地が集中している国立公園の境界を越えて、 蝶類が餌を取る周辺の牧草地まで伸びている。モンフラグエ国立公園は蝶類の生息地として有名であり、20種類以上の猛禽類が生息している。絶滅の危機にあるイベリア型ロワシと黒ハゲワシについては、世界全体の生息数のかなりの割合がこの国立公園にあり、黒ハゲワシの世界最大の繁殖地である。さらには、 白エリハゲワシの濃度の高い繁殖地であり、その他にはイノワシ、ボネリークマタカなど15種以上の繁殖種が集まっている。公園内部を流れる他、他は北側の岩山や断崖はヨーロッパ中、アメリカ大陸中から写真家を引き寄せている。スペイン政府は他ホ川の流路に猛金類の観察板を設置している。その他の重要な繁殖種としては、ナベコウや、 ワシミミズクなどがおり、おながが高密度で集まっている。セジロネズミドリが繁殖するヨーロッパで数少ない場所の一つでもある。カタグロトビ、アオバカササギなども生息しており、冬季にはヨーロッパアオサギが訪れる。モンフラグエ国立公園では地中海性の森林であるデーサと呼ばれる景観が見られる。デーサとはコルクガシや西洋ヒイラギガシのある草地のことであり、 イベリア半島とアフリカ大陸北西部に限ってみられる。ありがとうございます。